それでは、最後の試案をお呼びしたいと思います。最後の試案は、この方です。はい、皆さんよろしくお願いします。はいはい、あの、応援の方でね、応援の方でお願いします。ということで、えー、実は私、IVS、初めて登壇します。えー ちょっとですねなかなか珍しいことなんですけどまあ、本当にあの皆さんいろんな会社の話をされてこられましたけど今日はまいつも私は会社の話をすることが多いんですが少し人生についての話をしたいなというふうに思ってですね果たして10分間で人生を語れるのかということに挑戦をしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますまあ、ちょっと簡単にプロフィールだけまあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うので私は大学に出た後商社三菱商事で約7年ほど 仕事をしてその後うちの 家業である寺田倉庫という会社に入りましたが、その半年後に自分で自ら起業してです、ね、このデータセンターという会社を、えー、事業をやっているビットアイルという会社を設立して、えー、その後、その会社が2回、まあ、ヘラクレス行って、東証一部に行って、その後同業からまあ約400億円ぐらいで TOB が借りましてです、ね、その TOB に乗る形で3年間その会社にいた後に、今、ようやく実家に帰ってきたと、えー、そんなようなプロフィールでございます。 また一方で、さまざ、あ、まな仕事もしていまして、まあ、いわゆる政府の仕事であるとか、また、いわゆるベンチャー企業の社外役員とかですね、またそれ以外にも、最近では同友会の委員長なんかもやったりしています。まあ、これだけ見ると、わりとこうピカピカな人に映ると思うんですよね。でもね、実際には結構いろんなことがありまして、その僕の人生を振り返ってお話ししたいというふうに思っています。 僕あのすごい好きな言葉があってです、ね、あのあのイギリスの劇作家でバーナード・ショーという方が、えー、言っている言葉なんですけどこれ直訳すると人生は自分を見つけることではない人生は自分を作ることであると、まあ、そんなような言葉です、僕の人生そのものがそれに近い生き方だったと思うのでこの言葉を自分で,です、ねえー、自分の座右の銘にして生きています。 実は僕はですね、幼少の時はあんまり幸せじゃなかったんですよね。で、まあ、あの正直、ちょっと小太りで、まあ、今も若干小太り気味ですけど、えー、運動音痴だったりして、また、まあ、何よりもですね、この顔にあざがあって生まれてきたので、そのことで、えー、とにかく冷やかされて、そしていじめられて過ごしてきました。まあ、そんな僕のですね、えー、不遇だった小学校時代、それをですね、えー、救ってくれたのが、僕の1人目の師匠でした。 彼は同じ小学校のクラスメートで,でいじめられっ子だったんですねやっぱりただ彼はもう小学生時代からパソコンの実は対価だったんですよねで自分を変えたくて変えたくてそして僕はその友人に触発されてコンピューターの道に入りましたまあ本当にあの友達と言える存在もあまりなくてその隣に自分が届きたいという非常に能力の高い人がいてそこからプログラミングの世界に入り,やっぱり自分の力だけで何かを作れるんだと えそれで、ですねえこのコンピューターというところに本正直はまりましてそこでの生活をえまあ3年、4年1日6時間ぐらいパソコンの前に座る生活ゲーム投稿したりしてましたでこのことでやっぱり自分は少しあの自信を持てるようになったでも、まだまだ所詮いわゆるインキャみたいな存在で人前でリーダーなんてできるようなそうでない地味な中高生の生活を送っていました。 でそんな時にですに、ね、出会ったのが僕の2人目の師匠です。僕はあの大学時代4年間です、ね、インターン生をしてたんですけど、そのベンチャーの会社の社長だったんですよね。で、その社長に本当に社会の厳しさを僕は知りたくて、そこに入りました。毎年毎年、インターンの人たちが大体70人から80人入ってきますが、えー、すぐクビになっていくんですよね。労働からです、ね、頭脳労働まで様々な マーケティングリサーチの会社だったんですけど、そういう仕事の体験をさせてもらいました、そこで稼ぐことの厳しさをですね学んできました、自分なりになんたら仕事はこなせるようになったなとか、効率だとか、先回りは誰にも負けないなと、ようやく少し自分にが自身がですねキャラクター的に陽キャになって、慣れてきたと、でもやっぱりどっか本気じゃなかった、手を抜いていた、そんな気持ちのまま、僕は商社マンになりました。 そしてそこでさらに3人目のですね、師匠が現れました、それは商社の僕のインストラクターでしたで、そこでビジネスの本質を本当に埋め込まれました、お客様を喜ばせながら利益を上げるという、そういう企業の価値、そして仕事においてブラックボックスとか、やっぱダイナミズムを持って仕事をすることによってどれだけ利益を出せるのか、また何よりも理論ではなく、動機づけで動かす人の心みたいなことを学びました。 まあ初めて自分の中にここで自信と自覚が生まれてきてやっぱただ流されて生きてきた自分の中に新たなことに挑戦してみたいという気持ちが目覚めてきたそこで僕は商社を辞めてそこで親の会社に入って経営をやってやろうということで3代目の道を歩む覚悟ができて会社を辞めましたそこで寺田倉庫に実は入るんですけどでもですね実はその寺田倉庫に入って経営をやろうと思っても何か少し足りなかった 多分それは自分の中で、まあ、ずっといじめられて育ってきて、ですねその中で自分の力で何もしてこなかった、何か自分の力で成し遂げたいという、そういう根源的な承認欲求だったんじゃないかなというふうには思っています。で今まで生まれてきたすべてですね、それまでは僕は人の力によって道を切り開いてもらってきました。 でこれまでの人生を振り返ったらその中で自分としての答えはもう出ていたんじゃないかなというふうに思います自分が生まれてからそれまでプログラミングを習ったりそしてさまざまなベンチャー企業での役割を果たしてきたりそして自分の家業である倉庫であるとかまた商社で習ったようなそういった自己自あの市場規模の世界そしてプラットフォームやブラックボックスの世界 こういったものを全部ですねあの放り込んでいったときに、やっぱり自分がやる目的がすごくはっきりしたと、天から何か降ってきたような、典型を受けたような思いでした、そして僕は、えー、自分で起業することを決めました、で株式会社、ビットワイルという会社を2000年の6月に作りました、でまあ、上場するまで、そしてはいろんなことありましたね、まあ、それこそ90社中57社連続で投資を断られると。 よくく心がくじけななかったたといいううふうに思まますでまた上場前にですね、えー、実はそのディバリエーションしてそこで大型の調達をして M&A をすることで手前の利益を稼ぐデータセンターというのはすごく利益を出すのに時間がかかりますからそしてその会社を売却して上場するみたいなこともしました上場した後もライブドアマーケティング社を買収したりしたこともあんまり外では言わないんですがありますで再生売却もしましたそして投資先が民事再生からの破産になって 再建者集会で3時間土下座していたこともあります。そんなようなさまざまなこともありましたが、最終的には東証一部への新規上場まで、えー、果たすことができました。会社自身は比較的そういう意味では業績好調、でも実はその最初は大企業ターゲットにしていたんですが、なかなか大企業、会社の心臓部を預けてもらえません。なので僕たちは本当にベンチャーの方々と共に成長してきました。 弁長の方々がお客さんになって皆さんが伸びていただいたそれとともに我々が成長できてきたそれは本当にここにいる皆さんのおかげじゃないかなというふうに思っていますで、そんなある日ですね手紙が届きます手紙には短い文字でこう書いてありました御社を時価総額の2.5倍で買収したい まあ、あのチェックメイトのようなオファーではあったんですよね、なかなかプレミアム150%のオファーっていうのは見たことがないと、でまあ、正直、ですね自分の中の心に春秋もありました、このままやっててももっと成長できるんじゃないかとか、まあ、社員たちは自分たちと共に成長してきた、それを売却ということで終わらせていいのかと。 まあただ一方で、自分の人生、それまであの後で話しますけど、いろんなことがあった、そんな中で、やっぱり自分の運命について考えた、その時に僕は会社を売却することを選択しました、そして最終的にそこから PMI の責任者となって、ロックアップ一切なかったんですけど、最後の株主総会で、社員の人がみんな幸せな顔するまで俺は残ると宣言して、約3年間。 PMI の責任者として残ってやった後に最終的にこの会社を退任する決意をしましたそしてそこから僕は家業に戻って次の運命を背負ってやっていますなんでこんなに自分を借り立てることができるのかこれはあまり幸せではないことの連続が僕を鍛えてきたんじゃないかなというふうに思っています 実は先ほど来の中で唯一話してなかった話があります。僕はですね、自分の周りに上場直後から今までに4人の本当に近しい人を亡くしています。1人目は僕の小学校の頃の師匠だったそのコンピューターの大家、そして2人目は、えー、僕を2人目の師匠として育ててくれたこのベンチャー企業の社長。 そして3人目は、僕が最も仲が良かった三菱商事の後輩でもあり、そして一緒にベンチャーの世界をやってきた一つ下の男、そして最後は、えー、うちの会社の昔の CFO です、こうした4人の人たちが、まあ、タイミングは違いども次々亡くなっていきました、正直自分の心が壊れそうだった、そういう時もですも、ね、多々あります。 でもそんな時後ろ向いてて後ろ向いてて先に進めないそれじゃ何のために自分は生きているのかというふうに思いましたなので僕は彼らが生きてきた証をそれを広げていくことが自分の人生だというふうに思っていますそれまでは僕は自分が成長するとか自分の会社が大きくなるとかそんなことしか考えてなかったでも ここで僕は人の運命を背負って生きていこうというふうに思いましたそしてその彼らが遂げられなかった思いを実現しようというふうに思って生きていますそれから僕は自分の会社だけではなくて人の会社も支えようというふうに思いましたなので当然自分が上場企業の社長をやりながらということはありますけれどもさまざまな会社に投資をしてさまざまな会社にアドバイスをしてきました ここを一部全部は載せてませんが40社ぐらい実際には投資をしたりアドバイスをしたりしています16社ぐらいエグジットしました僕はこの会社がエグジットしたことが嬉しいんじゃなくてこの会社と共に運命を生きてくるようなそんな生き方をしてきたなので経営を教えるんじゃなくて経営者を教えてこれまで生きてこれたそれで一緒に成長してここまで来れたことが自分の成長の原点じゃないかなというふうに思っています これから先、皆さんはさまざまな夢を描いてですね大きく会社を成長させていくことになるんじゃないかなというふうに思っていますそんな中で自分の人生を振り返って最後に5つ皆さんに言葉を残して自分のプレゼントをしたいというふうに思っています1つ目、まあ、運命とは受け入れるというものでなくて作り出すものであるということやっぱり時は捉らえたときに躊躇してたら運命は逃げていく そのために全力で準備をして全力で考えて何か変化が起きたときに躊躇せずにアクションを起こせることこれが人の一生を決めているというふうに僕は思います二つ目関わることが運命だと思えたら他人の運命を引き受けてください背負う人の運命の分だけ自分の器は大きくなるというふうに思っています三つ目人のアドバイスは受け入れるな 自分の人生は自分にしか理解できない自分で決断しなければ必ず後で後悔するエッセンスだけは聞いてもいいだけど最後自分で決めるんだこれだけは心に誓ってくださいで4つ目自分1人が世界を救えるわけじゃない力なき正義は無力組織や技術なんていうのはどんな会社でもきちんと作れば作れるものですそれよりは自分の魂を磨いて、 自分の会社だけじゃない、業界だけじゃない、それを超えて、まあ、人を引きつけられるような人に育ってほしいというふうに思います。最後、天知るし、知知る、人ぞ知る、中国のことわざです。誰も見ていなくても、自分の行いというのは自ずから知れるものである。だから、その時その時一瞬を本当に無駄にしないで、すべての力を注いで、 一生懸命やってもらいたいと思います人が見てないところで何をやっていても僕は自分の師匠であり友人たちが自分を見てるというふうに思って人生を生きていますこうやって集ったことも一期一会だと思います皆さんが自分の人生を精一杯充実してそして皆さんでどんどん会社を大きくしてそして皆さんで喜びを分かち合えるそんな場がこの IVS になれたらいいなと思います本日はどうもありがとうございました ありがとうございました <laughs> 皆様大きな口でお送りください <laughs>